こちらに空の箱があります。そしてみかんと書かれたメモ用紙を入れます。蓋をします。なんとみかんが出てきました。はい、今日はですね、簡単即席マジックナンバー167、通り抜けるペットボトル隠し芸特選、解説付きでお届けします。もう今年もね、暮れようとしてますけども、お正月ね、新年会とかいろんなイベントがあります。ぜひその時にこのマジックを思い出してください。ペットボトルに水が入っております。ちょっとね、この季節水分補給で喉を潤しましょう。などと言いまして、はい、この中にペットボトルの蓋を入れることは不可能です。しかしですよ、ワンツースリー、はい、ペットボトルの蓋が中に入っております。それではこのマジックのやり方を説明いたします。こちらにですね、ペットボトルでもこのようにこう線のついてるものがいいですね。こういうのですとどうしてもね、はい、線がないので目立ってしまいます。でこんな風にこう線がついてまして、この線のですね、上から2段目のところですね、ここにカッターで切れ込みを入れるんです。ちょうどこのペットボトルの蓋がね、入るぐらいの大きさですね。もうちょっとそれで大きめに切り込みをこう入れます。はい、そうしますとほとんどですね、この切ってあるところが分かりません。そして飲み物も入れておいて大丈夫です。で蓋を開けて、このように水をですね飲んで、そしてこれからこの蓋をこの中に入れる、マジックをやってご覧に入れますと言って、ワンツースリーで中に入れてしまうわけなんです。はい、とってもですね、これ見てる人がびっくりしますし、はい、準備もそんなに大変じゃないので、ぜひお正月に試してください。はい、今日は簡単即席マジック、通り抜けるペットボトル、このマジックのやり方も説明いたしました。それでは皆さん、良いお年をお迎えください。ラッピーしばしでした。